首の運動します。はい、皆さん手首ブラブラブラーでピッと止める。ブラ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 ーでピッと止める。これピッと止めるのって結構難しいですよ。難しいですよね。これね、反射神経大事なんですよ。こけた時に手がピッてこう出るようにするには、ブラ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 、はい、ブラ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 ーでピッと止める。このピッと止めるっていうのが大事なんです。いきますよ。ブラ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 ー、はい、止めない止めない、まだ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 ブラ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 ー、はいって言っても止めない止めない止めない、ブラブラブラー、はい、ピッて止めない、はい、OK ですね。いけますね。グーチョキパーやりましょうか。チョキパー、はい、グーチョキパー、これはできますわね、皆さんね。反対にします。せーの、パーチョキグー、いきますよ。せーの、パーチョキグー、パーチョキグー、はい、パーチョキグー。これ結構難しいでしょ。ね、難しいんですよ。もっと難しくしますよ。間にね、パンって入れます。パーチョキパングー。こうするとね、結構難しいです。ちょっとゆっくりやってみますね。いきますよ、せーの、パーチョキパングー。ね、難しいでしょ、難しいでしょ。考えながらでいいですからね。考えながらでいいから、ゆっくりやってみましょうね。せーの、パーチョキパングー。いきますよ、もう一回、せーの、パーチョキパングー。あ、できますね、できますね。これできるようになるとね、あの手先と頭から、ね、直結するんで、あのだんだん若くなるらしいです。NHK で言ってましたから、皆さん。ね、NHK で言ってましたから。そう言うと皆さん信じるんですよね。本当ですか、本当ですか。で、こんな感じでまた。毎回毎回いろんなことやっていこうかなと思いますので、ね、頭もすっきりして手もじんとしてきて手が動くようになったところで始めようかなと思いますが、はい、どうぞ。はい、もうお別れの時間ですよ。もう早いですよね、あっという間の1時間ね。ということで僕も高専になりましてですね、頑張ります。今日はどうしていらっしゃいませんでした。はい、先生歌ってくれますね。
とうございます。はい、楽器回収。はい、楽器回収開始でございます。
さん、最後に歌のお姉さんに、はい、歌のお姉さんになったんだ。体操のお姉さん、体操のお姉さん、いいですね、素晴らしいです、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは、パフォーマンスユニットのサランです。終わりました。ありがとうございました。いつも通りありがとうございます。ありがとうございます。いつも終わったらサランのことをいろいろ聞いているんですけど、今回はちょっと逆に我々がここのつくもさんデイサービスのことについてちょっとプチ質問コーナー、イエーイ。そもそも我々デイサービスっていうところでボランティアやってるわけなんですけど、デイサービスって何、どういう人が来るところなの。そもそもざっくりざっくりわかんないですよ、ね、ざっくり、ね、わかんないと思う。3時間かかりますね。ざっくり そこを30秒でだろうな。いつも疑問に思ってる。大体来る人ってこの辺近くの人が。そうですね、送迎範囲っていうのが決まってます。なるほど。あ、はい、はい、それから、名古屋市の森山久善駅と春日井の一部です。あ、なるほど、やっぱりハイはあるんですね。年齢制限は何歳から何歳まで、うん、介護保険が適用されています。あ、なるほどね。介護保険が適用されてる人、うん、そうなんですね。なら誰でも自分で来たいとか。それは無理でございます。あ、それは無理だ。マネージャーさんの、ね、ケアマネージャーさんを通してっていうことですね。あ、わかりました。紹介があって、じゃあ行ってみようかな。そうですね、で最初にお試ししていただいて、はい、はい、とても勉強になりました。ありがとうございます。なるほどね。そうかそうか。じゃあまたその続きは、はい、次回ということで、また、ちょこちょこ、ね、私たちもお邪魔してる場合にはなかなかね知らないことも多いので、はい、はい、またよろしくお願いします。また次回もやるときにちょこっとだけ質問コーナーやりたいと思いますので、ありがとうございました皆さん。ありがとうございました皆さん。犬馬さんと相手さんと中田さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。